速稼塾の久保です。今回ですね、 YouTube を利用している皆さん、特に発信者になっている方にぜひね、見ていただきたい映像があります。まあとにかくまず見てください。オーストラリアで非常に大きな火災が起きていて、しかもそれがね、数ヶ月にわたって続いてるんですよ。ちょっとこれをご覧ください。はい、こちらを見ていただけたら大変なことが起きているのがわかると思うんですけども、オーストラリア火災で検索してください。今年の1月8日、ここでですね、犠牲10億匹以上って出てますよね。野生動物の10億匹以上がこの地上から失われてしまったというニュースです。で、次、オーストラリア火災で、こちらの方を再生してみましょうか。森林火災が、はい、どのぐらいの勢いなんでしょうか。1500億円。オーストラリアでは去年の秋から大規模な火災が続いていて、秋から変わってもなお南東部を中心に広い範囲で深刻な被害が出ています。これがね、すごい被害なんですよ。九州と四国を合わせたぐらいの730万ヘクタールですよ。想像を絶する範囲でこの大火災が去年の秋から起きてきて、でもう冬も真っ只中ですよね。全然収まってないってことなんですよ。深刻な被害が出てますよね。燃え盛る、わあ、これ現実の世の中ですよ。戦争じゃないですよ、これ。迫る火の手は今にも車を飲み込んで、うわあ、すごいですね。バーチャルリアリティみたいですよ。去年9月から続く大規模な森林火災、激しく燃える住宅を前に立ち尽くす住民の姿も。はい、現実がですね、オーストラリアにて起きていることを、今回速稼塾塾生のオーストラリアで、活動されているですね、セナさんから送っていただきました。レターの方もありますんで、ちょっと長いですけども、かいつまんで読んでみたいと思います。オーストラリアでの山火事が制御不能の事態に陥ってますと。このセナさんはね、オーストラリアにお住まいですから、やっぱ深刻な事態をね、私たちにこう訴えかけてくれてるんですよね。で、分かっているだけでも2億匹以上の動物が命を起こしており、統計が取れてないんですけども、10億匹じゃないかとも言われてるんですよね。で、焼けてしまった面積が730万ヘクタールということをお伝えしましたけども、かつて私たちは東日本大震災で本当にね、国家的な危機に陥ったわけですよ。その時に私たちを助けてくれたのがオーストラリアの皆さん。ここもね、やっぱり影響が大きかったわけなんですよね。そして何よりもオーストラリアの皆さんはここに書いてますけども、オーストラリアの方々たちが日本に向けて教会で祈りを捧げ続けてくれたり、募金支援を行ってくれましたと。熊本地震が起こった際も多くの方が日本人の心配をしてくれました。広大なインド洋で獲れた美味しい魚を豊洲に、日本で食される美味しいうどん、麺などの小麦は8割がオーストラリアで生産されたものであり、日本の食卓を助けてくれていますと。まだまだあるんですけどもね、こういうふうに私たちはオーストラリアに恩があるわけですよ。で、一人一人ができることって小さいかもしれませんけども、ここで私がね、皆さんに呼びかけたい、 YouTube を発信している方に特に呼びかけたいんですよね。ぜひこの事実をね、広めていただきたいんですよ。皆さんの YouTube チャンネル一つ一つはそんなにたくさんの再生数を出せないかもしれませんけども、でもね、やっぱり1人よりも2人、2人よりも5人、5人よりも10人が発信することによって、この事実を多くの人が知ることになります。多くの人が知ることになると、この事実に対して対処できる力のある人が動いてくださる可能性が強いんですよ。ですんでね、私も一生懸命やりますので、皆さんもね、ぜひ YouTube を使って、もしくは Twitter でもいいですしね、 Facebook でもいいんで、何かしらの方法でこのオーストラリアの火災が今でもものすごくね、手つかずなんだよということをお知らせしていただきたいと思います。普段テレビや新聞ではなかなか語られないんですよ。私たちはこういう風な隣国の危機にものすごく鈍感なのかもしれませんよね。でも日本に直接関わるような被害に対してはものすごく敏感になってしまって狼狽しているのかもしれません。先日もアメリカとイランの、まあ、いざこざがありましたよね。そしてカルロス・ゴンさんのことがありましたけども、オーストラリアのことっていうのは私たちね、もしかしたら通り過ぎていたのかもしれません。私たちが見て、注目すべきところ、考えるところっていうのはちょっとね、ここら辺で見直していく必要があるのかなと思います。そこでですね、ちょっと動画というか、この文章の最後の方にあるんですけども、クラリオン星っていうのがあるの皆さんご存知かもしれませんよね。クラリオン星から地球に派遣でやってきているソータ君っていうのがいらっしゃるんですよ。これご存知の方もいらっしゃいますよね。そのソータ君が人の集合意識で物事は変化すると言ってるんですよ。これはね、クラリオン星人とかソータ君関係なく私もそう思うんですよ。人が思うことってのはそのまま未来につながります。人が思うことで波動が出て、その波動が人間の体を動かしたりとか、他の人の思考を動かすところってのは大いにあると思いますんで、日本の暗い未来もみんながイメージすると実際にそうなってしまいます。だけどね、やっぱり波動を変えることで日本の未来は変えられるというふうなことを言われてますよね。私もそういうふうに思うんですよ。ですから今回は皆さんの思いをね、
動画を発信できないかもしれない、ツイッターができないかもしれない、 SNS の書き込みができないかもしれない、そういう方はですね、募金をしてくださいとか何かしてくださいってことは言いませんので、この火災が収まることをせめて祈っていただきたいんですよ。1日に1秒でも10秒でも1分でもいいです。どんなに短くてもいいんで、一瞬でもいいんで祈ってほしいと。その一瞬が積み重なることによってものすごい大きなエネルギーになって、このオーストラリアのね、火災に対して何かしらのね、地球ってものがアクションを起こしてくれるんではないかなと。私たち人類や生命体が望むように地球は動いてくれる、反応してくれると思うんですよね。まあ、ちょっとね、スピーチュアル的な考え方になってきますけども、やっぱりね、私は精神力がものすごくこの人間の生活とか、世の中に作用してると思うんですよね。いや、そう思わないとやってられないんですよね。本当に見えるものっていうのは見えないものから起きているっていうふうに私は思います。皆さんもそうですよね。あの涙っていうのは見えるんですけども、涙がなんで出るかっていうと、見えない感情が起こしてると思うんですよ。まあ、この話をするとちょっと長くなるんですけども、このいただいたレターのね、最後の方読まさせていただきますね。久保さんに無理を押し付ける気はございません。無視していただいても結構です。もし久保さんのお力をいただけるのであれば、ぜひとも塾生の皆さんに広めてください。私も微力ながらオーストラリア、日本の力になれるよう行動していきますと書いてますよね。いや、ここまでね、言われて何も行動できない、何も行動しないっていう選択はないですよね。私はね、この方への返信をする前にこの動画を撮ってます。ものすごくね、この急いでるんですよ。で、この発信っていうのはこれからもたびたび続けていこうと思います。オーストラリアの火災ももちろんですけども、まだね、この地球上で幸せな暮らしができていない、希望が見れていない、で今日生きるのもやっとって方結構いらっしゃると思います。そういう方に豊かなね、豊かになってしまったこの日本から少しでも多くのエネルギーがお伝えできないかなと思っております。まあ、それはいろんな意味があるんですけどもね、今回はこの辺にしときましょうか。では皆さん、よろしくお願いします。特に YouTube で発信している方、このオーストラリアの火災について、一つね、動画を皆さんで撮っていただきたい、呼びかけてもらいたいと思うんですよ。その他は動画説明欄に URL 載せておきますので、そちらの方からちょっとご覧いただければと思います。それでは失礼します。